はい、こんにちは、シアスカです。今回は未来は選べるという本をご紹介したいと思います。バシャールと本田健さんの対談集ですね。で、この、本はですね、いろんなテーマが対談のテーマになってるんですけど、私が読んで一番こうなるほどっていうふうに、この本でしかなかなか出てこない視点だなっていうふうに感心したのがですね、感情っていうのが何から生まれるかっていうところがあるんですね。感情、私たちの喜怒哀楽っていう感情はどこから生まれるのかっていうのが出てくるんですけど、その喜怒哀楽の感情っていうのは観念っていうのは、その見るっていう字に念ずるの念で観念ですね。観察の観に念じるに観念から感情が生まれるっていうのが出てくるんですけど、その観念っていうのは、多分私はですね、本を読みながら信念っていうのと似たような意味だなっていうふうに感じたんですね。これは勝手に、私の解釈なんですけど、信じてること、信念ですね。その信念が、その人の中にある信念が感情を作ってるんだっていうような、視点っていうのがすごくこう新しいというか、他の本ではなかなか出てこない視点だなというふうに思いました。なので、例えばあなたがネガティブな感情が出てきたとしたら、それはあなたの信念に反する外部のからの刺激があったっていう感じだと思うんですね。逆にポジティブな感情が生まれてきたって言ったら、あなたが信じてることと合ってることが外部からの刺激としてあったっていうことだと思うんです。で、今までの人生、それから現在ですね、の人生っていうのがすごくうまくいっているのであれば、何の問題もないわけですけれども、もし何らか今からの人生を、その過去とは違う人生を歩んでいきたいとか、もっと逆に良くしていきたいとか、そういうふうにこう未来を変えていきたいって言った場合に、私たちっていうのは感情の生き物、感情で人は行動します。ってことは、その感情が生まれると結局行動につながってしまうので、感情そのものが変わっていくっていうのが一番その人生を変えていくポイントだと思うんですね。その自分が行動するエネルギーっていうのが感情ですと。で、その感情として自分が得たい感情を得られれば、自然にその努力とか根性とか気合が関係なく行動できるようになるわけなので、感情、その得たい感情が得られるような信念、自分が信じてることっていうのに対してアプローチすることができればいいというふうに言えます。なので、その例えばその信じてることの一つの中に常識っていうのがあると思うんですけど、常識ですね、そういうことをしたらいけないとか、そういうことをしてもいいとか、そういう世間一般で言われている常識、もしくは私たちが過去受けてきた家庭教育とか学校教育によって作られた外からの情報っていうのが、私たちの信念を作っている場合があるわけですね。ってなった時に、常識の範囲内で作られた信念だったら、当然その常識に合ってることだったらポジティブな感情が生まれるし、常識に反したことだったらネガティブな感情が生まれるわけですけど、そうなると常識が判断基準になっているので、絶対に結果が常識的になるんですね。常識的な考え方からは常識的な結果しか生まれないわけです。で、もし成功したいとか非常識な成果を出したいということであれば、何らか非常識な考え方っていうのが原点にないと、非常識な結果っていうのは出ないわけですね。で、その時に言葉とか論理では人っていうのは動けないので、感情が変わっていく必要があるわけです。ってなった時に、じゃあなぜこんな時にネガティブに感じるのかっていうと、それは常識という信念体系が自分に作られてしまってるんじゃないかっていうのを見つめる必要があるんですね。なので、自分はなぜこの時にポジティブな感情を感じて、なぜこの時にネガティブな感情を感じるのか。で、その感情を感じる、その元になっている、その感情を生み出している観念、信念は何かっていうのを見つめていくと、ああ、自分はこういう考え方、こういう信念を持ってるから、こういう時にこういう感情を感じるんだなっていうのが、だん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 見えてくる。極論、自分にとって最高の人生を歩みたいということであれば、自分が感じたい感情を得られる人生だと言えると思いますので、その時に、じゃあその感情を見つめる視点として、この本の中で
言えば観念、まあ、私なりの解釈としては信念を見つめてみる、何が自分の信念になっているのか、その信念はどういうふうにして作られたのかっていうのを見ていくことで自分の信念を変えていくことができる。もし、まあ、変える必要があればですね、変える必要があれば変えていくことができる。で、結果その信念が変われば感情の感じ方も変わり、行動も変わる。結果未来っていうのが変わってくるっていう視点を、くれるものとしてこの本っていうのは非常に貴重な本だなと、読んで本当にとても良かったなというふうに感じています。もしですね、この本の他の方の感想とか詳しく知りたいということであれば、この動画の下に URL がありますので、ぜひクリックしてですね、あなたの目で直接その本の中身っていうのを確認していただければなというふうに思います。はい、今回は未来は選べるというバシャールと本田健さんの本をご紹介させていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。